どうも、アイチーです。今回はですね、来月11月に参加する2つのイベントがありまして、そちらの告知をさせていただきます。ではまず1つ目のイベントからいきましょう。それがこちら、エデュベーションサミット2018というイベント、教育系のイベントなんですが、こちらに参加させていただきます。で、これがね、またすぐ、ちょっと詳細からいきましょうか。まず場所が、東京の千代田区にある、麹町中学校。ここがメインの会場になります。で、日時が11月の4日、5日のこの2日間に行われていて、自分が参加するのは5日の月曜日の方になります。なので、ちょっと学生さんね、参加しにくいとは思うんですが、で、ホームページを、まあ、下にね、概要欄に貼ってあるんで、よく見てほしいんですけど、いろんな方がね、まあ、トークテーマを決めて、登壇して話されるんですよ。で、好きなとこに行って、この人の話を聞きたいみたいな感じで参加するんですけど、で、一人で喋られる方もいらっしゃれば、自分が今回参加するのが何人か、複数人で前に出てトークテーマを決めてこうセッションする。まあね、意見を言い合ったり話し合ったりするっていうのをやるんですね。でね、すごいんだ、これ登壇者紹介が書いてあるんですけど、見る方が見たら、おい、ハイチここ並ぶのかっていうような方が、大体もう社長さんとかね、有名な方とかがね、いらっしゃるわけです。で、ホームページの更新がちょっと間に合ってないらしくって、まだ配置出てないんですけど、出ますんでちゃんと。そこはね、大丈夫です。で、ちなみに私が出る方は、11月5日、月曜日の、14時55分から15時35分、この40分間。で、場所がその麹町中学校にある合同教室という場所で、喋らせていただきます。で、一緒に、登壇する方がですね、これ、マナビエイドっていう、まあ、聞いたことある方いらっしゃると思うんですけど、マナビエイドの、広政社長です。社長です。で、あとは株式会社スクー。スクーっていう会社の森社長と、ハイチ。3人です。あとは進行役の井上さんという方がね、出ていただくんですが、まあ、主にこの3人で喋って、まあ、4人でね、喋っていくという形になります。どうなるんでしょうか？大丈夫なんでしょうか？ただ、非常にですね、まあ、自分、お会いしたかった社長さんなので、まあ、他の方もね、登壇する方もたくさんね、見たい方いらっしゃるんで、すごい楽しみにしてるんですけど、もしよかったらね、来てみてください。ただですね、このイベントは無料ではありません。有料イベントです。で、一般の方は、どちらかワンで、1日参加する場合は入場料が6000円かかります。もうほんとね、ちゃんとしたイベントなんだ。ほんとすごいイベントね。で、2日の場合は9000円かかります。で、大学生は、ワンデーがちょっとないんですけど、ツーデーパックで3000円。で、高校生以下がおそらく無料だと思います。でまあ、詳しくはホームページの方で確認してみてください。はい。で、当日、日曜日はちょっとスケジュール上参加できるか微妙なんですが、まあ、月曜日、自分はね、登壇する時間以外は、まあ、打ち合わせの時間はね、いないんですけど、他の時間はかなりうろちょろしながら、いろんな人の話を聞いたりしてると思います。多分ビデオ回してるかもしれないんですけど、全然声かけていただいて構いませんので、もし見つけた場合はね、うわ、ハイチじゃんと思ってちょっと声かけていただけると嬉しいです。まあ、その自分のね、やつはどうでもいいんですけど、本当にこう、ホームページ見ていただいて、あ、この人の話聞いてみたいっていう方が一人でもいるんであれば、特に教育関係の仕事を目指している方とか、その教育関係の仕事をされている方にとっては、非常にプラスになる、回だと思いますので、ぜひぜひご興味ある方はチェックしてみてください。で、二つ目がですね、教育 IT ソリューションエクスポ、エディックスっていうイベントなんですが、こちら関西で、インテックス大阪という場所で、行われます。で、日時が11月の7から9、水木金なんですけど、7、8、9で行われて、こちら入場無料となっています。ただ、下にね、まあ、概要欄にホームページ貼っておきますが、そこで、招待券の申し込み、無料でね、できる申し込みをして参加となるらしいので、まあ、興味ある方はそちら見てみてください。で、こちらのイベントは、もちろん、初参加なんで詳しくは知らないんですけど、いろんな企業さんがですね、ブースを出すんですよ。何々企業、ここ、みたいな感じで。で、その企業ごとに教育関係の、例えばシステムだとか、例えば商品とか、あとはプレゼンしたりとか、まあ、こういうことやってますよ、みたいな話をしたりとかっていうのをやってて、で、来場した方が、ここの企業見てみたい、みたいな感じで行って、その説明聞いて勉強するとか、その知識を増やす、みたいなことができるんですね。で、自分は何で参加するかっていうと、Google さんが今回ここにブースを出すんですよ。で、その Google のね、社員さんの方から、ハイチ、一枠喋らないみたいな、に声をかけていただきまして、あ、ぜひぜひ、っていうことで、Google さんのブースでプレゼンというか喋ります。こっちは一人でね、一人で喋るんですけど。で、その日時が、真ん中の11月8日の、13時10分から13時50分の40分間です。
で、冒頭10分ぐらい、まあ、ちょっと打ち合わせしてないんでまだあれなんですけど、冒頭10分ぐらいはその社員さんが喋った後に、まあ、30分ぐらいかな、まあ、自分が喋る。で、質疑応答の時間も取ろうとは思ってるので、まあ、そんな感じで、ハイチが一人でテンパるっていうやつをやりますので、まあ、お近くの方とか、あとは、教育関係の仕事を目指してたりとか、教育関係の仕事に携わってる方なんかにとっては、もう自分の話とかね、別にまあどうでもいいので、他のブースとか見て、ね、非常に勉強になると思います。で、自分もですね、この日はカメラ片手にうろちょろして、まあ、ビデオをね、ちょっと撮る許可をいただいたので、勉強しながら、動画撮りながらという形でいますので、まあ、こちらもね、もし見かけたら、ぜひ声かけていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、という感じでね、駆け足になりましたが、エデュベーションサミットとエディックスについて紹介させていただきました。正直ですね、まあ、両方のイベント、まあ、片方は Google さんに声かけてもらったってのもあるんですけど、その YouTuber として呼んでいただいてるので、こう、なんていうんですかね、しっかりやんなきゃなっていうのを非常に思ってます。エンタメ系の YouTuber ではないので、なんか残さなきゃとかではなくてですね、まあ、ちゃんとしてるんだっていうところをやっぱり見せていきたいとは思っているので、少しちょっと肩に力が入ってる感じはするんですけど、ただ、まあ、ありのままの配置ですね、配置が今までやってきたこと、自分がね、やってきたこととか、信念として思ってきたこと、教育に関して思ってることなんかを素直に話して、まあ、いい回に、自分にとってもプラスになる回にしたいですし、そのね、一緒に登壇していただいた方とか、その場に来ていただいた方にとっても、何かしらのプラスになるような、そんな話ができればなと思っておりますので、まあ、お近くの方とか、まあ、興味ある方なんかは、ぜひぜひ参加していただければと思います。